こんにちは、今回はエーテル10万ウィッチを使っていくわ。デッキはこんな感じですわ。ミスリルゴーレムのプレミア、これ岩がねガタ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 ってね、なんか揺れてるんですよね。非常に心が揺さぶるというか、パメラもシューシューシューってね、自慢はやめとくか。最初ちょっとね、プレミアの紹介をしたかったんですが、ちょっとそれはやめとくわ。あまりちょっとね、深くやりすぎると、面白いことが起きてしまうからな。ミラクルですよ。奇跡が起きるからな。1週間経って、2本目の動画かな。この動画は2本目の動画。新作ですよ。皆さん、ツタヤとか行きますよね。新作の DVD ですよ。これ私の動画っていうのは、新作の DVD ですよ。新作の CD みたいな。だから、1本2000円ぐらいで売ってるから。私の動画1本2000円ぐらいで売ってるから。そういう感じで、ね、見ていただきたい。1本2000円の価値がある。ちょっと今回負けっぽいな。でもミスリルゴーレムのさ、プレミア眺めてるだけでも10分ぐらいな、眺められますよね、これ。ミスリルゴーレムのこのキラキラをさ、眺めるだけで時が過ぎていく。なんて幸せなんだ。サンコスは、なんか来い。あかんよ。もっとね、てかレジェンドしかないやん。もうこの優越感に浸れるだけでもいいわ。十分。もう勝負なんてどうでもいいんですよ。どれだけ優越感に浸れるか、それが、しょしゃげの、魅力なんですよ。わかった。しょしゃげの、魅力は、どれだけ優越感に浸れるか。だってさ、課金する意味ってそうでしょ？自分が強くなりたい。強くなりたいっていう、その先にはさ、何か意味があるわけじゃん。じゃあパメラ出して。もうこれ進化でいくか。やっぱ課金するってことはな、何か意味があるわけでしょ？だって何も考えずに課金はしない。で、課金するってことは優越感に浸りたいってことの結論に至るわけですよ。ロッコスはなんかおったかな、レジェンドに強いの。玉砕の粉砕？玉砕の粉砕を使えば相手の2コス全部除去できるっていう、なんか、アミレットじゃなくて何やったかな、名前忘れたわ。スペルか？え？スペルやな。あんまやってなくて思い出せない。こいつ進化することによって相手貫通できないんですよ。これが、この、意味べきや。ジジイ強っ。こいつ出して、こいつも出して、パメラ進化でもまあいいんですが、ジジイ進化かな。全部いきます。いきます。テミスでしょ？もうそれは分かってる。テミスは 100% 来る。来いよ。テミス絶対来んで。フォロワーを全て破壊してまでもテミスを使うというもったいない行動をしてくる。絶対してくる。もうテミス絶対してくんで、これ。進化だ、負けやもん。あらららら。ハゲかな？ハゲが来てもそんな痛くないんだが。テミスの方が絶対強いぞ。さあ、肋骨は。相手もなんか、わからんよな。この相手がどんなデッキかっていうのがわからんよな。要は、パメラがいて、忌むべき悪魔の像がいて、で、ベビーがいるっていうのは、もうなんかもう組み合わせとしてはもうごちゃごちゃですので、なので、かかってこいよ。僕次ガブリア勝ったん。そうは、問屋がおろさんとな。で、そっか、エイラずる。まだ倒せへんわ。あかんな。ちょっと
ちょっと待ってくれよ。じゃあ7コスで、まあ、ガブリエルを出して、まあ、これはもうダイレクトアタックしないと負けなので、まあ、攻撃すると。ただまあ相当厳しいな、こいつが。まあ相手のリーダーにね5ダメージあったら強いんですが。さあ7コスはどうする。なるほど。でまあ方天かな。なるほど。で5コスは何をやってくるのか。ていうかプレミア率やばいだろ手札の。あ、周りもプレミアやからな。ていうか最近プレミアいっぱい当たって、ジャンヌダルクのプレミアも当たったんですよ。だから後でツイッターで上げとくわ。ツイッターで紹介しとくわ。強いなんてもんじゃないよこれ。こう。ジジイ出してみる。ジジイ出してみるわ。やれやれ、助けてやるかの。なんという弱さ。これがレジェンドか。目を疑うわ。まあ相手のフォロワーに5ダメージプラス相手のリーダーに3ダメージか2ダメージやったら強い。でも相手のフォロワーに5ダメージって。もう早く決めてくれよ。もうこれ負けやねんからさ、こっちが。まあいいや、最後ミスレルゴーレムだ。拝ましたるわ。神を拝ましたるわ、神を。エイラの祈祷。で、前で完全に遊びにかかっとるな。ミスリルゴーレムは、相手のフォロワーすべてに2ダメージ。さっきレギーで、炎の爆弾を使ったので、あら、これは、レビーこ、あ、じじじじこげしろ、じじこげしろ。くそがー、くそがー。なあ、じゃあミスルゴーレムを拝ますか。ピラー、ラピュタのイカズチを受けろ。これ見たことありますか、このミスリルゴーレムのさプレミア。ってことで、まあ、若干勝てそうな気もしたんですが、やっぱエイラーがちょっと厄介やったな。エイラーが出されてなかったら勝てた。じゃあ2戦目いくか。まあこのデッキの勝ち筋を考えた時に、まあどのエーテル10万デッキにも言えることなんですが、やっぱりサタンに頼るしかない。難しいね。非常に難しいデッキだと思う。このデッキ作れる方はぜひ作って、フリーマッチやってみてください。ほぼ勝てないです。はい。ほんと勝てないですよ、これ。弱いっていうコメントもありますが、本当に弱いんですよ、このデッキ。強いわけがない。てか強いデッキを紹介するなんてことは言ってないから。まあパメラ残すかな。オッケー。ただウィッチャー多分何回やっても無理な気がするな、正直。難しいからな、非常に。さあ1コスは何もない。なるほど、よろしくお願いします。大きいな。レビーがおるのが大きいな。さあ2コスは、まあ今はフェイスドラ、プレンジェルか。じゃあこっちはレビーを出します。もうでもこういうレビーとか強いね、ニコスのキャラは大切に使いたいな。アイラを出すと。なるほど。じゃあ3コスは、攻撃して、でしっかり守備を固めましょうと。4コスはレビープラス忌むべき悪魔の像からのレビー進化の炎の爆弾を手に入れて攻撃していくと。
託線を使ってでニコスは竜の伝令と。なるほど、なんか王道級の王道ドラゴンでなんかやってて楽しいな。守備を固めます、レビーを出します。やらないこれ、あー強っ。あーもうこれだけゴールドカードが揃うとやっぱ、序盤だいぶちゃうな。あレジェンドがなんかいっぱい固まるときよりも全然強い。この圧倒的守備力と圧倒的攻撃力、これ普通に攻撃にも使えるからな。なるほど。でベルエン、あベルエンジェルはめんどくさいな。なるほど、ジークリートで攻撃すると。でなるほど、一気にいきます。はい、パメラを出します。でパメラを進化させる。あんたの背中で私の背中を押してあげる。ボッコボコにしましょう。全部見せてあげよう、私のすべてを。次なんか6コス5コスあたりの強いの来てほしいな。パメラでもいいわ。あブレブースト相打ちかな。うわうわあこれはなあうわうわ汚いよこれ。この一気に形勢を逆転されるっていうのが本当悔しいな。ブレイジングブレスを打つ。まあユニコは回復されたくないからな。さあ9コスは、まあ、ワンチャン負けてはないな。負けてはないわ。おっとボコボコやな。まあ、ルシフェルは現役の強さやな。じゃあ最後にねパーティーを見せましょうか。あなたに純白の力を。はい、今回負けです。フルボッコや。なんて気持ちいいんや。こんだけ爽快にやられるとな、やられる側も嬉しいわ。そろそろ全て終わらせようかと。あらどうした。なんで今アイボリーで攻撃した。ジェネシスからのルシエルでいいやろ。なるほど、まあ爽快やな。このデッキに関してもちょっと勉強する点があると思いました。